え、その後どこで乗りたいかな。その後北千住、北千住と上野公園間だったんですけど、その間って何ですか。上半線、上半線。この電車は脱線専用列車になっておりますので、ね、乗車券のないお客様ご利用できませんので注意をお願いいたします。一番線、脱線専用列車が発生いたします。これゆっくりじゃん、制限速度入ってる。入場券を発売いたします。これもどうぞご利用いただくようにご案内いたします。